どうも、レッドブルプレイヤーグッドイートスカット所属のガチくんです。皆様なんとかですね、トパンガチャンピオンシップ上位抜けすることができました。ありがとうございます。ではところで、まあ個人的に今回のトパちゃん通して一番ベストバウトだったかなというふうに個人的に思った試合、樋口対ガチくんの試合を今日はちょっと軽く振り返ろうかなというふうに思います。はい、では早速ちょっと、はい、見ていきましょう。まあ対する樋口ですね、まあこれまあかなりヒリヒリな試合で、まあ結果2-3で負けてしまったんですけど、まあ個人的にはまあ樋口に対して相当勝ちたいなっていうふうには今回思っていたんで、相当念入りにガイル戦は詰めてきました。まあこのガイル戦なんですけど、まあ今回まあラシード側、まあ無敵技がなかなか打ちづらいってところで、まあ立ち回りでどういうふうにダメージを取っていくかっていうところなんですけど、まあ開幕かなりダメージ取られてますね。良くないですね。ただ、まあ、今回レバネスに変えたというところでソニックブームもちゃんとこう直前ガードできるとか、なんていうかな、その寄った時の攻防ガイル側にちゃんとプレッシャーが当たるように、立ち回れるっていうのがなんか今回ガイル戦変わったなというふうに思ってます。で、まあ、これちょっと1試合目かなりこうサクサクいっとんですけど、ちょっと軽く戻しますね。ここまで戻って、まあ、開幕かなり早い段階でダメージ取られて、ここも前ステップ止められて、まあ、相当樋口ペースなんですが、まあ、ここねやっぱりレバレスに変えたことで、まあ、ソニック部もしっかりこう直前ガードできることで歩きガードの圧を出す。で今も寄ってちゃんと終盤をカウンターフィックさせたんですけど、樋口うまいですね。ここはもうかなりきついきついんですが、これやっぱり今回、まあ、いろんな CFN とかで、モケ対樋口の試合を見よって、まあ、こういうとこからの逆転がすごいモケが上手かったんで、そこら辺参考にしながらかなり立ち回ってます。うん、一回技をね、引っ掛けてしまえば、画面足に押してしまえば、ラシードの火力が出るんで、ちゃんとここ、前歩きガードで、被弾を少なくなんとかなんとかこう、寄せてって、ここでね、しっかり勝負していく感じですね。で、これ CA ゲージあるんで、これもリーサルですね。なんかが当たれば。ここは EX の様を読んで、あ、うまい、しっかりシフトされて、ただシフトを見て、ちゃんと画面の中央に戻る。10秒ですね。これ気持ちかったな、このシミ通ったの。これかなり気持ちかった。これね、今回の試合通してね、割とこういううろうろのシミが通ったのがね、気持ちいいポイントですね。この試合で。ここもね、これ1個読み合いポイントなんですけど、ここはコパンバンスト。この連携で結構ガイル側がする連携なんですけど、コパンなどでしっかり下がることによってバンストを透かして、大パンで確定を取ると使ったところ。ここですね、画面勝ち。やっぱりちょっとこれがもったいなかったなっていうところで、樋口戦有利状況でね、しっかりこう画面端をうまく使いたかったんですけど、樋口がやっぱりソニックブームの圧を出しながら前歩き後ろ投げで、ここでね位置が入れ替わることによって、やっぱり今回無敵技がなかなか打ちづらいってところで、やっぱ画面端にいた時にそのまま倒しきられることが多いんで、まあ、今回 A リーグ全体通してみてやっぱ画面端での、負けっていうのが目立ったなっていう感じで、ここはちょっと上位リーグ行くにあたってちょっと課題にはなるところですね。まあ、ガイル戦はねやっぱりこういう今みたいなここですね、しゃがみ小径を使ってしっかりとこうラインをキープしながらガイルに気持ちよく技を振らせん、この小足を振ることによって、まあ、相手に他の選択肢を出させる。ソニックブームとか大パンのスカリをちょっとこう多くさせるっていう意味でここら辺で小足を巻いてます。こうですね、こうやって小足を巻いてます。あ、うまい、逆にこっちが差し返されました。今の前ステップをしっかりと通してソニックブーム、ここはねソニックブームを玉抜けで狙っとんですけど、あんまり狙いすぎるとラインが下がっていくんで、ソニックが来るなと思った時だけ一瞬見て、今度思ったら前に歩いてます。こうやってここはね画面味はやっぱりこっちも勝負かなりしたいポイントなんで、割とちょっとリスクがあるけど大きい技振りをしてます。ここも今こんな感じです。ここ玉抜けを狙いながら相手にためがあるようだったら前に歩いて、あ、ためがあるようだったら玉抜けを狙って、ためがないんだったら前に歩く、これを繰り返してます。いやー、これ
これね、やっぱ樋口うまいんですよね。コパンで前ステップを止めた後にこう前に歩いて後ろ投げ、これかなり通されましたね。これね、樋口うまいんですよ。あ、目があったかいると、ね、これかなり惜しかった。一応入れ替えて、さあこれだね、お互いリーサルなんですよね。ラシードも中足スパイク CM であるし、ここでガイルは、発動したんで CM まである状態ですね。ここいやきつい、これかなり惜しかったです。ソニック飛んでサマーで落とされた、次ねコパンで、ただここねガイルコパン投げっていうのが実は埋まらんのかな、確かコパン投げで、コパンちょっと歩き投げなんで、ここはそれを読んでこっちも後ろに歩いてます。で投げをすかしてファジーで大パンをしてスパイク CA と、これなんとか取れたラウンドでしたね。これ取れたおかげでまあ結果的に 2-3 で負けるんですけど、まあこれ2本取れたっていうので、まあ後のボンサン戦 3-1 でっていうその得失点の関係のところにつながってくるんで、まあ全体的に見たときにやっぱりこういう1試合取れたっていうのがすごいでかかったなっていうふうに思います。じゃあもう1試合見てみましょう。これが最終試合ですね。もう開幕からね飛んでます。こっちも勝ちに行こうとしてます。そこもやっぱり基本的にはこうやってさっき言った小足とかで、相手の動きを制限するような動きをしっかり見せつつ、それをこの小足に嫌がったソニックブームないし、大パンにしっかりと球抜けだったり差し返しを狙うっていうのを開幕から意識してますね。どこも抜けれました。うん、今のはこれ差し返ししたかったですね。小足で技を振らして、でもこのね小足がやっぱりね結構ノイズになるんですよ。どうしてもガイルからするとやっぱ樋口でもね慣れてますね。これをされたらこれをしようっていうのをしっかり回答を持ってきとったんで、まあ、こっちもやっぱりそれ一辺倒じゃ勝てんなっていうのを思ってました。で小足でちょっとずつラインを上げていく、そうですね、そうこれでこれを狙うんですよ。こういう小足を打つことによってガイルは小足に対してこうリバースピとか打ってくる、ここをしっかり差し返す。これガイル戦はね結構ラシード使い以外の人もなんかこういうことを結構対策としてやっていいかなと思います。いい流れでね1ラウンド目取るんですよ。ここまでは良かった、ここまではかなり良かったんですけど、こっからですね。これもね確かに序盤結構いい動きしちゃったと思うんじゃけどな、ソニック。ただちょっとねここら辺からやっぱ小足が少なくなってますね、こっちね。これね、なんでかっていうと、もう大きい技を当ててリターン勝ちしたいっていうのが強いんで、これやっぱりね、僕がね、爪が甘いなっていうところですね。最後の最後までちゃんとこう動きを徹底できんかったところはもったいないなっていうふうに思いましたね。ここはさっきのラウンドね、小足とか振ってこうガエル側に技振らすんですけど、今回は逆にこっちが技をめちゃくちゃ振ってしまうっていう、このラウンドね、やっぱ気持ち的な面から早く勝ちたいっていうのがちょっと現れたなっていう感じですよね。本来だったら小足とかで今のソニックとかも警戒できたんですけど、これねかなり美味しかった、相当美味しかった。これ落ち着いてね、落ち着いてよガチ君、落ち着いて。あーうまいっすね、しっかりとワールドで言いました。どうする、うわっ、めっちゃいい、どここれ食らっちゃいけん、コパンソニック食らったんすよね。これもね必死、これね打っちゃダメなやつ、これしっかり樋口前歩きガードしましたね。ハブーフ、これねちゃんとハブーフを前歩きガードすることによって有利フレームをラシードの有利フレームを減らす、これ樋口しっかり対策してます。これやった時に俺はやっちまったなっていう後悔の念に駆られました。こことかもねうまくね開幕てかね開幕かなり押すんすよ。でここもバウンストにしっかりとこう待って差し返しをねして、相手もゲージがない状況で画面で作るとんで、あこれもったいなかった。ここは中盤中足をねいけばよかったんですけど、いやいけー、あーこれあもうこれねこれ全体通して多かったね、やっぱコパン投げっていうのをやっぱ食らいすぎたんですよ僕。これですね、あここはダメージ食らってもいいんで中央まで戻る。
ここでね、やっぱりね、いつも通りの動き、まあいつも通りというか小足を使って相手を動かすっていうのができればよかったんですけど、相当これここいい内容ではいますよ。まだだってこっちリーサルですからね、県内ですから。投げが通って、これはね一応弱チビソニーを前歩き、今回チビソニーがガードすると、与える硬直がラシード側が有利になるんで、はしっかり歩いてガード、これ5分なんで壊し打つべき。ここで息が詰まる試合展開です。あー、これ食らったのがちょっと良くなかったね。よし、樋口も打ってきますよ。ここでポパンでも投げに行くんかな。甘えましたね。ここでいやー、ちょっときつい。いやいや、出さんか、シミ。かなり自信になったシミなんですけどね、これ。バーンストクラウン。あー、裏剣か。いやー、負けましたね。ガイルウィン。いや、やっぱこの試合は、今回、まあ相当ガイル戦は、リーグ始まる前から準備しとった組み合わせなんで、相当勝ちたかったんですけど、結果はね 2-3 で負けましたけど、まあ、内容はねかなりいい、ガイル戦見せれたんじゃないかなっていう風に思うんで、まあそういう意図が試合の中で起こってましたよっていうのが伝わればいいかなっていう風に思いました。はい、まあ、そんな感じで、今日はね樋口対ガチ君の試合をちょっと軽く振り返りました。そうですね、トパちゃん始まって最初の時代さん戦の振り返りで、上でリベンジするっていうのを宣言して、まあ途中ほんまにいけるのかどうか怪しくなりながらも、なんとかこう最後踏ん張って上位リーグ抜けることができたんで、これね次時代さんにしっかりとリベンジするように頑張ります。まあ他のプレイヤーはたくさんおるんで、まあ、今回のトパちゃんの上位いつもちょっと結果が悪いんで、なんとかねここで結果が出せるように頑張りたいなというふうに思います。はい、そんな感じで今日は動画ここで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価よかったらよろしくお願いします。じゃあねー。